小さい株状態で複数株で一袋として出荷できるようにしてます。真冬のトンネル栽培はこれで、まあ今回はまあこれで OK かなと。すごい育っとるね。まあこれでもまだ小さい方やけど、これ僕はこれで最大限で出します。でリーフもどうやろ、これとこれやったらえらい大きくなったね。うん、そうそう、雨が続いてね、あったかい。今日3袋これで1袋100円で出したんやけど、うん、まあこれとこれやね、うん、で100円。ほうれん草今日は4株で100円にした。まあみんなおいしいおいしい言ってくれて、いつもありがとうございますと僕が言われるんでね。ありがたい、もう恐縮だわ、本当に恐縮で。これ見てもらうと分かるけど、春菊ね、茶色い部分がいい、あれよくわかる、霜枯れね、いっぱいあるよね。もうトンネルしても春菊はもう霜枯れ起こす、すっごいギリギリのラインでこうやってあの元気に育つ部分もあれば霜枯れる部分もあったりする。一旦枯れても芯がちゃんと残っとれば復活して、でまた霜でやられてっていうのを繰り返す。いろいろ今ね、いろいろ、なんだろう、これはこれカフェリと、もういつハッシュしたのかわからないという、もうすっごい前にハッシュしたパセリとほうれん草と千鳥に、どうにも土作りができなくてトレーにハッシュ、その後定食まで、めちゃくちゃもう何ヶ月とトレーに置いたまま、そういうものをやっとこうやってトンネルで小さい株状態で複数株で一袋として出荷できるようにしてます。真冬のトンネル栽培はこれで、まあ今回はまあこれで OK かなと。これら早生、極早生の玉ねぎで、あ、だいぶ全然大きさ違うね。ノワースとは全然違う、これ同じ、全然違う、ソニックと、ね、品種は違うか、もちろん違う、玉ねぎやね。これ出荷できるのはいつぐらい？これは4月から5月よかな、ちょっとあんまり、いや、めちゃめちゃ早い。4月に取れると思う。で、こっちが5月、6月。枝豆？枝豆？そら豆？スナップエンドウ、キヌサヤ。すごい、そこもモグラやし、これももう大量に何かモグラの跡、これね。ちょっとよくわからん。
まあなんとかなってるとは思う、ネオアース。うん。めちゃくちゃちっちゃいけど、まだ苗状態だけど、これからもう少し先の追肥から。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。